ルのすき家にやってきました。初めてです。内装になっています、普通サイズの牛丼が 8.40 レアルなのでだいたい420円ぐらい、日本よりはやっぱり少し高めになっています。これを今から食べてみたいと思います。日本と同じ味かどうか確認してみたいと思います。ブラジルでは珍しく24時間空いているお店です。しかも365日、年中無休で空いているということで日本のすき家と同じようになっております。セキュリティの面で大丈夫なのか心配になります。で隣には唐揚げの、広告があります。テーブルのサイドにはやっぱ日本とちょっと違って、ドレッシングが置かれていたりとか、あとなんだ醤油で、なぜだか油が置かれています。多分油かけて食べるのかなと思います。で、これの爪楊枝、塩で七味だけど、紅生姜は置かれていなくて、なんだか寂しい感じがします。で紅生姜はお店の人に、聞いて出してくれるそうです。牛丼届きました。じゃじゃーん。こんな感じです。ちょっと色が濃いかな。でも匂いは日本と同じ感じで、頼んだ生姜、紅生姜はこんな感じでやってきました。では今から食べてみたいと思います。波ってこんなに量あったっけ。なんか味違う。なんだろう。なんだろう。なんか違う。ちょっと強い臭みがあるのかな。私は日本のすき家の味に慣れてるので。日本の味の方が好きです。紅生姜は多分どっちかって言ったら沖縄そばに入れるような紅生姜になっているので、普通のこういう大きい紅生姜になってます。で食べると辛い。すき家の、食べやすい紅生姜ではないんですけど、紅生姜と牛丼中に食べたらなんだか懐かしい感じはしました。多分ちょっと肉の味が強いような、日本とはそこが違うっぽいんですけど、紅生姜と一緒に食べた時にあ、なんか懐かしいっていう感じがしました。で、丼も日本と同じ、すき家の丼が使われています。お店の中にいると本当に日本のすき家と同じような感じなので、から運んできたんだなっていう感じがします。で、料金は、牛丼の並が、8.40 レアル
で、だいたいさっき言った420円ぐらいで、コカ・コーラゼロの、350ミリの缶ですねが4レアルなんで、200円で、トータル、620円かになって、ブラジルで、ランチだったり、ご飯を食べるにしては安い料金になっているので、そこは日本と同じで、日本でも、スキヤといえば安くでご飯が食べれるということで、そこは同じような感じがしております。日本ではスキヤの生姜を持ち帰りだといつも5個か6個ぐらい1つの波の、牛丼に入れて食べてたんですけど、この生姜はちょっと辛い、たくさん持ってきてくれたけど辛いのであまり食べれなさそうな感じがします。食べながらやっぱ思うんですけど、この油を何に使うのか理解できません。サラダにかけるわけじゃないよね。何にかけるんだろう。カレーにもかけないし、牛丼にかけるのかな、わからない。ごちそうさまでした。全部食べました。ごちそうさまでした。完食しました。多分一口目食べた時に同じ味だって思わなかったので、多分ちょっとやっぱ味は違うんですけど、でも懐かしさは感じれる味になっていました。最近ダイソーもブラジルに入ってきて、結構店舗増えてるので、スキヤとかダイソーとかブラジルにいても、日本のお店が増えてきているので、なんだか変な感じがします。また何か見つけたらブログにしていきたいと思いますので、ぜひぜひこのチャンネルの登録、それからいいね、よろしくお願いします。またねー。チャオチャオ。